あの伊勢さんオーバージョイドを YouTube に上げてらっしゃって、おけは旦那さんが作ったんですか、あれ。あ、そう、旦那さんがおけを作って伊勢さんがサックス吹かれてるんですよ。で、私もこの前知ったんですけど、1000人でしたって、登録者数が1000人になると、なんと投げ銭ライブがネット上でネット上でできるらしいんですよ。すごくないですか。ね、私もこの前知って、ちょっと皆さんもやってみてください。1000人集めて、1000人はいるんだけどね。で、あの伊勢健二オーバージョイドって調べたら出ますか。オーバージョイドって調べたら出ますか。はい。で、もうあと1000人まで間近で、あと950人。そう、いや、ありがとうございます。よかったね、標準1000人いくかもしれない。ちょっとりして、はい、まあそんな感じで、オーバージョイドと優しさに包まれた奈良を2曲続けてお届けいたします。Thank you.
ありますエロ本じゃないですよ。あ、そうそう。エロ本です。そうです。なんで、なんでご存知なんですか？あの、すごい。結構好きで。あ、あの、さっきすごいですね。YouTube にあの、はい、あの、アイドルの人を指導してるのが。あー、それで。教則戻しです。あれ、AKB の方ですか？SKE です。あ、SKE。